クアイチ。ピックアイチです。チリトマトはこの店を継続する上で欠かせない一品になってるなっていうのがチリトマトですよね。口滑らしたよ。はい、そしたらかけます。都内とか行ったらこんな広い多い分には絶対になってください。これから肥料がある頃には全部、もう一升半茶半茶とか多いのとメガ盛り茶。お待たせしました。どうぞ。もう本当カップラーメンを改造して全部分解して具材全部分けて「こんなの入ってるんだ」とか、あとは裏に書いてある表記の成分とか見て、こんなカタカナのもの見たことがないみたいな、どこで売ってるの売ってないみたいな、じゃあどうやったら近い味になるかなって思っていろいろ作ってるうちに味なかなか近寄らないですよ。で何か他の普通に食事してる時に匂いが近づくと味も近づくんだなってことに気づいて、同じ匂いに近づく食材を探したら似てきた。じゃあ匂いでチリトマトはいろんな歴史というか、この店を継続する上で欠かせない一品になってるなっていうのがチリトマトですよね。細麺と麺はどちらになさいますか？細麺で。細麺で、はい。ちょっと粘度があるんですね。トマトの量が半端なく入ってるんで。サラサラというよりはドロッと的な。はい、お待たせしました。チリトマト追い飯がサービスですんで、はい、欲しい時はおっしゃってください。美味しいですね。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。もう週に1回か2回よ。ああ、そうなんですね。味噌ラーメン。味噌ラーメンなんですね。はい、これ美味しい。うん。どうですか。ああ、そう。うん。ピカイチです、うん、そうごひいきにしてくださって常連さんですね。はい、うちは常連さんで持ってる店。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。前から失礼します。鮭半チャーハンです。すごい色ですね。はい。煮込み煮込み。はい。シノチャーシーはしっかり味が染み込んでるんで、はい、逆にチャーハンとか召し上がられる時に、はい、チャーハンにこのチャーシューが入るんで、はい、特に味が濃いにしてますね。はい。こんな感じで。こんな感じな太さのチャーシュー。すっごい太いですね。一日8本仕込んでる感じですけど、毎日。8本なんですね。はい。まあここのお店で使用する分もありますけど、はい、もう1店舗ある厚木店の方もこちらで仕込んでるんで、はい、1本で30枚取れたらいいなっていう感じで切ってる感じですよね。はい、お好みございますか？畳で、はい。ちらは何になるんですか？これは、鶏ガラとソーダガツオと玉ねぎとキャベツを、はい、だしになってます。はい、お待たせしました。前から失礼します。お待たせしました。前から失礼します。朝徳ラーメンです。